はい、おはようございます。ひとりさんのひとりごとです。最近ですね、詐欺にかかる人が多いですから、これからまたすごく多くなってきます。今現在オレオレ詐欺とかね、そういうの電話による詐欺とかっていうのがあるんだけど、そういうのはもうなんつうのかからないように気をつけなきゃいけないしね。最近はもうどんどん手も込んできてるっつってるけど、テレビやなんかでもそういうのやってるから、そういうのに引っかかっちゃダメだよっていうような話ではないんです。もうちょっと高度の話です。これからですね、投資しませんか、株買いませんかとか、何買いませんかとかっていう詐欺がすごく多くなってくるんです。それで詐欺にかかる人っていうのは昔から欲張りだって決まってるんですね。で、詐欺にかかるっていうことは欲張りなんだよっていうことになると、よく特に投資に関係する詐欺の話なんだけど、でも人間って大概は欲張りだからね。だから大概の人はかかっちゃう可能性があるんだよっていうことで、見抜き方を教えますからね、よく聞いといてくださいよ。必ずここに投資すると配当がいいですよというような話します。中には1ヶ月100万円あげると 5% つきますから、100万円で5万円ずつつきますとかいう話をする人がいます。それはいろんな名目言います。株のこういうのに投資するとか、外国のこういうところに投資すると今こういう安全有利ですよとかっていう話をします。それで、あんまりいい話されたり、言うからなんと気前よくごっそうしてくれたりとか、持ってるものが立派だったりとか、有名な人の名前出したりとかね。ただよくよく考えてもらいたいのは、急にそんな有名な人の知り合いがあなたのところに来ること自体もおかしいの。急にあなたにごちそうしてくれたり、いろんなことすることもおかしいの、ね。で、おかしいことが本当は続くんだけど、いい気持ちになっちゃうようなことが続くから、自分ではおかしいことだと思えないのね。でもおかしいのだって、今までそんな人来なかったでしょ、ね。それで面白いんだけど、100万円相手、要するに100万円あなたが騙されるとするよね。そうすると1ヶ月に5万円ずつ金利がつくんですよ。ちょっと100万円相手は詐欺師からあなたから100万円もらえます。とあなたの5万円を配当ですってくれるんだよね。そうすると硬い人でちゃんとした人だと思っちゃうから、20回返せるんだよね。あなたからもらった100万円でね、5万円ずつ返したら20ヶ月返せるんだよね。そうするとその20ヶ月の間に、100万円で5万円ずつもらえるんだったら、最初は100万円しか出さなかったのが、ね、持ってるお金500万円だったら25万ずつ毎月もらえるんだ。で、必ず騙された人の言うことは、最初はきちっとくれてたんだって言うんだよね。で、そのくれてたのはあなたのお金をくれてるんだよ。あなたからもらった100万円をこうやって分割にしてくれてるんだよね。とあなたから500万円取るだけじゃないの。とそこのところに来てた人やなんかも、本当にもらえるんだとかね、そうなんだとかって、じゃあ私もやりたいとかっていうことになるから、被害者が周りに及ぶと大概は何千万か取られちゃってね。でそれだけじゃないの。あなたがもしその人を紹介したとしたら、友達から今度恨まれる結果になっちゃうんだよね。だからこれから株をやるとか何をやるってやる時代にもあるんだろうけど、ちゃんとした株屋さんに行ってそこで買うしかないんだよ。それから特別ないい話ってないの。ひどいのになると、これを借金してまで買った方が得ですよとかっていう人いる。金利払って得ですよとかっていう人いるんだよね。そういう詐欺師の人いるんだよね。でもよく考えてみ、借金してまで買った方が得だったら、その会社が借金するし、何もあなたのところに来たお金集める人とかないんだよ。ね。で、そういうことが起きた時に、自分は、なんていうの、あ、この人詐欺師だと思わなきゃいけないし、ね。最初はちょっとのお金ならいいと思う。50万だけ出してみようとか。50万でも金利はいはいってくれるの。
とまた引っかかってもう信用して次次次次って出してっちゃう、これしか手がないの。もしもしさ、あのオレオレ詐欺とかね、ああいうのは別だよ。あれはもうなんていうの、みんながテレビでやってるからね。あなたたちが引っかかりそうなのはそうじゃないと思うよ。これから投資の話、株の話、投資の話、金を買いましょう、何を買いましょうって。中にはちゃんとした会社もあるんだよ。それはちゃんとした会社に、あの、なんていうのかな、連絡して買ってね。よく名刺を置いてったから、その名刺のところへ電話したらいたんですよって。それ仲間だからいるよ。ね、なんとか会社って書いて、そこにそういう方おりますか、うちで働いてます、ね、言いますよ。ね。あの、相手だってバカじゃん。